もう一度取ります。リバウンドの強さがある両チームなんですが、ここはサードチャンスで島根スタノマジック先制ポイント。初スタメンの井上がマッチアップというこのディフェンスも一つ注目です。ここは白浜良介がスリーポイント、いいですね。同じ左の、ただ島根としても今のところは白浜選手に任せているので、はい、まあ、そこを枚数をかけるかどうかですね。なるほど。ここは反対にディフェンスを割って入っていったフェリングフォード、バスケットカウントになります。ここと、はいはい、佐賀も井上選手にある程度任せて、はい、あの早いだガルシアがここも自ら仕掛ける、またブロックショット立ちはだかりますね。チャイン選手、フィーカ選手は基本的にはもうインサイドのプレイヤーというイメージですね。さあ島根は谷口がスリーポイントきました。谷口も今シーズンここまで平均プレータイム5分台とまなかなか伸びてはいない。ここ奪った、奪っています。島根これもバスケットカウントになりました。取りましたね選手。まあ、最後で今そこが決まった後ですが、ビフォードがなかなか立ち上がれた。4点差です。少しこぼれますがテイクを入れながらうまくディフェンスをかわしました。まもなく第2クォーター5分切ります。5分を切ってプレーが止まるとオフィシャルタイムアウトに入りますが、こうわずかな隙間をニカ選手通してきましたね、はい、選手コードが小で打開していくか。左手で押し込んだ、素晴らしい技術ですね。かなりチャイルズ選手もうまく対応していたんですが、はい、それを振り切ってきましたね。点差の攻防が続きます。リポートの間、そして安藤、そのままスリーポイントに持ち込みました。安藤選手後半一つ目から来ましたね。昨シーズンスリーポイント成功数でリーグ記録を樹立した安藤です。結構はミスマッチになっている。少し遠めですが安藤スリーポイント連続で抜きました、ね、佐賀はしっかりとブレイクになりそうなところを守ったんです。リフォード、これも完全に綺麗なパスが通った。連続のスリーポイントになる。同じスポットで晴山選手にオープン作らせると点差に戻した。そしてディフェンス、ただビフォードも抜けていく。これがビフォードの個人技です。出ましたね。やはり彼が縦であえた形でスピードに乗ってくる。再び島根ボールです。再びこの位置にボールをつないでマーティンがペイントエリアから得点をもぎ取りました。空いていますが、ここはサジに戻して戻して安藤、リバウンドも島根は簡単に取らせない。そしてセカンドチャンスを得点ものにしてみせました。ビフォード、ビフォードに対しては井上、ここは素早くダブルチーム来ましたね、はい、よりが早い佐賀のディフェンス。ただやはりここの2かにつなぐと島根は勇気を得ているだけにより積極的にはあったんですが、佐賀守りたいですね、はい、2か、これは素晴らしい連携が生まれました。で残り5秒、しっかり時間を使っている。さらに得点になれば大きなポイントになりますが、安藤セリアです。まさにお互いの、ね、技術というのは非常に明日も、ね、はい、たくさん見れると思います。そして最後の佐賀のショットを落ちて、ここで試合終了になりました。島根スタノーマジックがやはり強さを見せました。第3節のゲーム1は87対74で島根スタノーマジックが勝利を勝ち取りました。本当に佐賀も、はい、いいゲーム展開を作ったんですが、まあ、その中でやはり後半で安藤選手の爆発をきっかけに、ね、得点を伸ばした島根、しっかりと逃げ切りましたね、はい、